はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。多分プレ版からフィギュアーズが届くの今年これで最後かな。ドン、今月はこの2体が届いたってことで、まずはそうだな、重量級のこっち両方そうだ。偶然にも今回両方ともなんかこうヘビーな感じなんですよね。まあそうだな、オーズも好きなんだけど、まずはこっちから行きましょう。 SH フィギュアーズ仮面ライダーバスター玄武神話、サゴーゾコンバーカミングスーン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 。バスターはね、セイバー系のライダーの中で結構上位に食い込むほど好きなデザインなんですよ。だからロゴスバックル勢の中では結構早めに届いてくれてだいぶ嬉しいね。というわけでまずは箱の方からだけど、もうすでに剣を担いでいます仮面ライダーバスター。背景だったり文字の方もなんとなくあの茶色系統になっていて、すごいバスターらしい。で箱の横、うわこれすごくいいね。分かってんな、ただのタッチポーズじゃなくてこう剣を地面に刺してる状態のタッチポーズ、ディンモールといいね。で箱の裏、いろんなポーズが取れるよって言いたいところだけど、ポーズのテイストがすごく似ている。見た目はごついけど、おそらくちゃんと稼働はするはず。まあ、このごつい見た目でどのくらいの可動域なのか、その辺も注目しつつ見ていきましょう。バスタードゴーン、すげえな存在感。存在感のすごい本体と説明書、まあ、説明書の方もかなりシンプルになってますね。で中身が、よいしょ、だいぶまあシンプルっちゃシンプルな感じ。あ、すごいすごいというか、まあ、これが標準であってほしいんだけど、今回の手首パーツは手の甲の入れ替えがないんだ。手の甲のパーツが一体化しています。でそんな手首は2、4、4種類、ちょっと指が曲がった状態のパーの手と、これが多分武器の握り手。手首もだいぶシンプルになってますね。で角に入ってるこれは何だい、ハニカム構造になっていて、なんかすごい突ジョイント、本当に突の形してる。あー、これ背中のパーツをこれと入れ替えることで剣を背負うことができるんだ。怒号剣を背負わせるためのジョイントですね。でその噂の怒号剣の方がちょっと下の方にあるんで、一旦失礼してよいショット、ちょいとお借りします。はい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 、何事もなかったかのようにお休みください。というわけでこちらが仮面ライダーバスターに変身するための聖剣、怒号剣激怒。怒号剣激怒ってなんか濁点が多いネーミングもいいし、圧倒的なこのビッグサイズがいいね。モンハンでいうところの体験、まずグリップの下あたりにバスターのライダーズクレストがあって、グリップもかなりぶっといし、オレンジ色のトリガーがあります。でこれはおそらく玄武神話が装填されてんのかな。相変わらず特にブックの方に絵柄がプリントされてないから分かりづらいけど、ブックの方はよいしょっと取り外しができて、すごいね、ちゃんとこの後ろの方まで塗装されてる。でブックの表紙裏表紙はこっちがガンメタっぽいようなあのシルバーになってますね。こっちも特に柄は描かれてないけど、まあ色でなんとなく玄武神話かなっていう感じはするかな。ちなみにブックが接続されていたここんところがこの背中のジョイントに使えるようになっていて、まあ後でやるけど、背中につけた状態でここの凸部分を接続することで、これで背負わせることができるようになっています。ただここジョイントのところが結構薄めになってるから、破損しないように気をつけなきゃね。で激怒は全体的に重厚感のあるガンメタになってるんだけど、一部にこうオレンジが入っていたり、ちょっと明るめのシルバーになっています。でちょっと細かくて見えにくいけど、真ん中のところにちゃんとライダー文字が刻まれていて、ここのところには巨大な大地の剣でなぎ払えって書いてあります。で剣のサイズ自体はすごいでっかいんだけど、真ん中のところが結構隙間が空いてるというか、なんていうんだっけ、こう橋で使われてるトラス構造、ぽっかり穴は開いてるんだけど変形しにくい構造になってるらしいね。まあ劇中の多分アクション用の怒号剣結構ペラペラな時やったけど、この辺にマイナスネジっぽいものも入っていたり、結構造形細かいね。で刃のところがメタリックオレンジで、ぐるっと裏返すと、まあ違いって言えばここぐらいかな。ブックの装填がない分いろんなところが変わっています。ちなみにセイバーの火炎剣劣化と比べると、まあさすがに劣化の方が小さいね。怒号剣の中にすっぽり収まっちゃうわ。というわけで付属品以上なんで、こちら本体を見ていきましょう。よし、いきます。バスター、さすがの安定感、着地も見事に決まりました。というわけで仮面ライダーバスター玄武神話だけども、いいね、見た目がすごくごつい。装備のボリューム自体もなかなか重厚ではあるんだけど、腕とかウエストとか足がまあぶっとい。装備関係なしに体格がすごいがっしりしてるんですね。で全体のカラーの方なんだけど、あの本編と比べたらちょっとなんか色が暗めかな。もうちょい装甲の方が明るめのグレーだったような気はするけど、あーでも肉眼で見ると光の当たり方によっては結構明るくは見えるな。全体がこう光をあんまり反射しにくいような、なんか艶消しっぽかったり、重厚感のあるガンメタのシルバーになってるんで、その辺で暗く見えるのかな。まあこういう頑丈そうなカラーリングも好きだけどね。さあそんなわけでまずは顔の方。顔がまずすごいかっこいいんだよな。正面から見た時の複眼のこの鋭い感じ、複眼のお色の方もなかなか綺麗。クリアパーツになっていて、だいぶ濃いめのメタリックオレンジのこうグラデーションが入っています。クリアになってるんで、中心のところはこう複眼
眼っぽいような造形が入ってるんだけど、上に行くにつれて複眼の造形が隠れていくっていう、後ろ方向に伸びていく形状だったり、このバスター唯一の光沢部分、複眼だけがこうツヤっとなってるっていうコントラストがいいね。で、使ってるブックが玄武神話ってことで、あの玄武モチーフ、亀のような姿の幻獣なんだけど、クラッシャーのところもなんとなく亀っぽい口になってますね。亀っぽいような口元がちょっと可愛いな。で、横から見ると頭からこう怒号拳激怒が飛び出ています。ここのところはソードクラウンっていうところ、付属の怒号拳とまあ大体似たような形をしてるかな。セイバーとか他のライダーは基本的にこう上方向に剣が伸びてるんだけど、バスターに関してはこう水平になってますね。普通の人間にこういうのあったらめっちゃ邪魔だろうな。絶対これで視界が遮られちゃうもん。で、耳の方が亀の甲羅っぽく丸くなっていて、真ん中のところに甲羅のような六角形のオレンジで、後頭部の方もオレンジ色のラインが入っていて、ここのところは怒号拳がなんか途中でぶった切られてる感じですね。さあ、そんな頭部の可動をまず上向くのがグッ上方向は全然見れませんね。後頭部のここのところが干渉するからかな。で、うつむく可動がグッと、うつむく方がだいぶ動いてくれますね。襟の中に顎がすっぽり収まっています。で、横方向にはグリッと、襟は高めだけどちゃんと横方向を見れますね。さあ、そしてとんでもなく重厚なボディ部分、ガンメタとメタリックさがそこまでないシルバーと、ところどころにオレンジ色のライン、オレンジのラインが暗すぎない感じでいいアクセントになってますね。中心部分が亀というか玄武の顔っぽくなっています。で、意外と胸アーマーはそこまでゴツゴツしていなくて、脇の方にシワっぽい造形が入ってるんで、こっからアンダースーツなんだね。まあ、ただでさえごっついから腕が動かしやすいようにって感じかな。細かい部分にもこういうシワが入ってんのいいな。で、お腹も亀の甲羅っぽい感じで六角形の模様、そしてだいぶ包み込んでくれてるような肩アーマー、この辺も間にちょっとメタリックなオレンジが入ってんのがいいね。肩アーマーの方もこう全体を覆う感じですごいごっついね。で、普段だったらだいたい肩アーマーっていうのはこの肩に直接ついてるんだけど、今回はどっちかって言ったらボディの接続になってますね。なので肩アーマーは個別にこう上下に動きます。で、横のところにもこれまた亀の甲羅っぽいものがついていて、ここんところもわずかだけど個別で動くようになっています。さあ、そんな肩の可動とりあえず普通に上げてみるか。まっすぐ上げるとグッと、特に問題なくいつも通りの感じで連動して動いてくれます。で、腕の方はまあギリギリ水平行くかどうかってくらいかな。さすがにごっついデザインしてるからね。腕の方は横方向上げたらまあ普通に動いてくれたけど、肩を回転させるってどうなんだろうな。グッとまあ水平まで上がって、肩アーマーを避けて、でグッとまあ真上までは一応上がるっちゃ上がるかな。肩アーマーの可動のおかげで一応挙手はできますね。で、上げたまんま肩の方は引っ張るとグッと引き出せ、前後だったり上下の可動がまあ少しあります。ものすごく動くっていう感じではないかな。で、本来の肩の方もシルバーになっていて、ここのところもアンダースーツっぽいようなシワが入ってますね。で、肩と二の腕の間にはロールの可動、二の腕には茶色いバンドが巻かれていて、ここら辺の走行もなかなかごっついわ。で、肘の可動、確かこれがなんか総動だとあんまり動かなかったんだっけな。パーツだから関節を引き出せないとなんか動けないみたいな感じだったような気がするけど、フィギュアーツの方ではどうでしょうか。ぐんぐんと、ギリギリ90度超えているかな。まあほぼ90度ですね。この辺はまあ腕自体がぶっといからこれ以上曲げようがないわ。可動はまあしょうがない、控えめだけど、腕にはかっこいい装備がついています。もうすでに腰のあたりにも見えてるけど、肘のあたりにも丸い亀の甲羅っぽいものがありますね。左腕の方は走行がだいぶ亀の甲羅っぽいんだけど、逆側は全然違う。右の方がなんか軽量化されてんのかな。中心部分がへこんで黒くなっています。二の腕の方もちょっとくぼんでいますね。で、こっちには肘だけじゃなくて手首の方にも亀の甲羅っぽいものがある。なんだろう、利き腕だから振りやすいように軽量化してるとか、まああと左腕の方はフォームチェンジというか、ジャックンとドマメの毛を使うと変化する部分だから、そういうのもあんのかな。で、ぐるっと回って後ろ姿、背中の甲羅っぽさがすごいね。ひたすらに亀の甲羅のような六角形の装甲がたくさん入っています。ごつい感じとガンメタがすごい合ってる。で、背中のここか、ここ、あ、ここっぽいな。ここんところがよいしょ外れるようになっていて、外れたところにジョイント用のパーツを差し替えることで、怒号拳激怒を背中に背負わせることができます。いいね、この後ろ姿というか怒号拳のデカさ。体がでっかいから正面から見ると割と普通に隠れる。かろうじてグリップが見えてるわ。ちゃんとこうやって背負うことができるのはだいぶありがたいね。で、腰のあたりにこれまたアンダースーツのシワが入っています。あと脇腹のあたりもこう前後をつなぐような感じでアーマーがついている。さあ、そしてボディの可動は胸から上とお腹のあたり、見た目はごついからあんまり動かないような気はするけど、まずのけぞる可動がグッと、あ、意外と動いてくれますね。お腹部分に割とゆとりがあるのかな。だいたい標準的なのけぞれ方。対してうつむく可動がグッ
ット。うつむく方も意外と標準的な動きをしてくれますね。で、お腹には変身ベルトではないベルト、ソードオブロゴスバックルを装備しています。バスター剣山スラッシュに関しては完全に剣だけで変身するからね。変身はできないけどバックルの造形がすごい細かい。で、シルバーのシンプルなベルト帯に、これバスターだけ後ろのところにこのあのホルダーがついてるんですよ。後ろについてるホルダーだったりベルト止めの方が再現されています。ホルダーが後ろについてるのは腰の横のこれの影響ですね。さっきもチラチラ映り込んでいたけど、腰の横のところにもこの亀の甲羅っぽいものがついています。関節周りにこの亀の甲羅がつくんだな。で、この甲羅のパーツは腰パーツと一体化してんのか。一体型で接続部分が一応軟質になってるんで、こうやって動いてはくれます。動いてくれるから多分足の可動にはそんなに干渉しないかな。で、腰とももの方に茶色いバンドが巻きついていて、で、腰の可動、股関節の方は引っ張るとグッと一応引き出せているらしい。結構固めであんまり引き出してる感じはないんだけど、まあ左右見比べるとちょっとなんか広がってはいるのかな。まあおそらく引き出してる状態で足を上げるとグッとギリギリではあるけど一応水平まで上がっています。で、股割りの可動、股割りの方も申し分なし。ただ関節がちょっときついんだよな。付け根のところでグリングリ動かしたり、こうロールの可動があります。向こう側にも茶色いバンドが続いてる。で、ももの方もしっかり走行はあるけど、こっちもあの腕と同様で右側がちょっと違うデザインになっています。こっちもなんか真ん中のところがくぼんでいて黒くなってる。左右で走行のデザインが割と違います。で、膝の方には意外とここら辺は亀っぽさはないけど、あの装甲がついています。で、もちろん膝の横にも亀の甲羅。さあ、そんな膝の可動がぐんぐんと。膝の方は90度を超えてるけど、平均と比べたらあんまり動かない方かな。腕と比べたらだいぶ動いてはくれているけど、そこまで広い可動にはなってないね。で、足の横の方にも頑丈そうな装甲をまとっていて、ここのところにも亀の甲羅。で、腕とかももと同様で、こっちも右側の方がちょっと装甲のデザインが違います。左右でデザインが違うから、一粒で二度美味しいって感じだ。で、足回りだけどこっちの方もだいぶごっついな。足首のこの辺りがちょっとガンダムっぽい。正面ガンメタで後ろのところには茶色いバンドっぽいものを巻いています。装備を固定してくれてる感がいいね。で、見た目だいぶごっついけど足首の可動は上下、あんまり動かないね。で、さらにくるぶしの傾きはちょっとあります。ほんのちょっとだけど。で、いつも通りつま先もちょっと可動して、最後に足の裏、足の裏は他の人と同じでライダー文字で、この足でライダーキックって書いてあります。バスターライダーキックやったっけ。まあ、セイバー系のライダー自体があんまりこうライダーキックのイメージないからね。はい、というわけで仮面ライダーバスター玄武神話の造形と可動こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。はい、というわけでまずは怒号拳激怒を背負った男の背中。バスターはほんと父の背中というか、後ろ姿にものすごい頼りがいがありますね。首の方もちゃんと稼働するんで、軽くこう後ろを見る感じ。バスターに関しては棚に置くときこう後ろ姿でも全然いいかな。集合写真の時のベジータぐらい後ろ向いてんの似合うな。お次は背中の剣を取ろうとしているポーズ。剣を掴んでるんではなくて取ろうとしている途中。やっぱり関節の構造的にこう背中に手を回すっていうのがほとんど無理な気がする。まあだからどうにかこうにか角度で調節。無理すれば届かなくもないんだけど、これはすごい見た目的に不格好だからな。正しくは届くんだけど、あんまりかっこよくはならない。で、お次は怒号拳を肩に担ぐ。でっかい武器を肩に担ぐっていうのはやっぱりいいね。逆手持ちと同じぐらいロマンがあるわ。さあ次は変身する時の剣のダイナミックなパースの感じを再現したかったんだけど、僕のこのカメラの普通のレンズでは無理だな。広角のレンズじゃないとなかなか難しいね。ってことで iPhone の広角レンズならなんとなくそれっぽくなったわ。撮影の背景からはみ出てるけど広角いいな。さあお次は箱の横に乗っていた超かっこいいやつ。剣を地面に突き立てての仁王立ち。頼りがいがすごすぎて、なんかほんと守護神って感じがするわ。もうもはやこういう彫刻なんじゃないかってくらい美しいな。もう一丁怒号剣が全然収まってないけど、聖騎士のような持ち方。グリップの長さ的にすごいギリギリなんだけど、両手持ちはできますね。スペース的には足りてるけど、まあポーズによっては両手持ちは難しいかな。そして怒号剣映ったら映ったでだいぶ遠くなるな。そして両手持ち状態での構え、野球のバットを持つかのような構え。バスターはね、これ剣がでっかいから、こうなんかあまり連続攻撃っていう感じではなくて、重めの一発をドゴンってスタイルだろうから、どっしりとした構えが似合うね。まあ割と途中から普通に連続攻撃していたような気がするけど、まあ無理に両手でも持ち手にしなくても、こう片手がパーでもなんとなくあのそれっぽくは見えますね。パーの手はこれ指が曲がってるんで、こう添えてる感じにできます。さあお次はでっかい怒号拳をブーンと横振り。怒号拳でっかいから後ろの方にあっても存在感が存分にありますね。重さを生かして叩き切るっていうスタイルだから、切れ味はどうなのか分かんないけど、鋭い形はしてるからこうやって突き刺してもいいかもね。もう一撃が強いから岩なんかもスパッと
切れちゃいますよ。久々にこの岩の魂エフェクト出したな。あと持ち方のバリエーションとしては、ここを持たせてもいいね。背の部分に隙間が空いてるんでちょうどよく持てます。こういう状態でぶん回してもいいし、バトルシーンでは防御耐性にも使えますね。まあもともと装甲は頑丈そうだけど、剣のデカさを生かして防御にも使えるんじゃないかな。ちなみにセイバーと比べてみると、まあもちろんガタイに関してはあのバスターの方がいいんだけど、背の高さは意外とそこまで変わんないかな。さすがにこの上方向に伸びてるソードクランを含めればあのセイバーの方がでっかいんだけど、単純なこの頭の高さで比べるとバスターの方がちょっと大きいかな。ほんのちょっとの差ではあるけど。そして別に毎回やらなきゃいけないってわけじゃないんだけど、まあ一応ノルマとしてね、ハイキックのポーズだけど割と足が上がりますね。さらに怒号拳で支えることで安定感もアップ。あとはせっかく足の裏にこの足でライダーキックって書いてあるから、ライダーキック、バスターはキックやるにしても重い一撃になるんだろうな。はい、というわけで今回は SH フィギュアーズ仮面ライダーバスター玄武神話の紹介でしたが、いかがだったでしょうか。冒頭にも言ったようにバスターのデザインがほんと好きだよね。重厚感とかどでかい怒号拳のこの再現度とか、造形だったり色の方はなかなか完成度が高いんだけど、可動に関してはやっぱりデザイン上しょうがないことなんで、割と僕はその辺割り切ることはできましたね。まあそもそも可動域は少なくてもバスターらしいポーズっていうのは存分に取れますから、バスターらしさを表現するには十分な可動だと思います。で、次セイバー関係で言うと1月ですね。今度は1月に仮面ライダーケンザンの方が届くんで、ケンザンも届いたら紹介するんで、よろしかったらご覧ください。そして次回かは分かんないけど、もう一人の重量級がいるんで、こちらの方も近いうちに紹介するんでよろしくお願いします。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではドゴーン。